何見てる。厚森良樹、かしこまりました。それでは出発いたします。桐生さん。秋山。ん？なんだ、ずいぶんさっぱりしたな。いや、まあ汚い格好じゃ病院に入れてもらえなかったもんで。伊達さんから大筋は聞きました。遥香ちゃんはまだ ICU です。今んとこ動きはありません。そうか。それより桐生さん、遥ちゃんの子供のことでちょっと。ん？区の児童相談所ってのが来てます。桐生さんに一言挨拶したいって。沢村遥さんの関係者の方ですね。児童福祉士の野尻と言います。こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。何？沢村さんにご親族はいないということですので、お子さんはこちらでお預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃごめんください。はるかの子供を児童養護施設に送るってことか。ええ、まだ1歳くらいなので正確にはおそらく乳児院ですが、少なくとも沢村さんが回復されない限りは施設へ送られます。待ってくれ。俺は沢村はるかの親代わりで桐生ってもんだ。だから赤ん坊の面倒は俺が見る。あんたらには手間は取らせねえ。桐生さん、はあ、親代わりとおっしゃいますが親族ではないんですよね。でしたら桐生さんのような自称関係者にお子さんを引き取ることはできません。だってほら、例えばもしあなた方が赤ん坊の臓器を売るような輩だったらどうなります。何？はあ？いや、確かに今のは大げさに言いましたよ。でももしそういう人たちに赤ん坊を預けちゃったら、これ児童相談所の責任が問われちゃう。今時は実の親が子供を虐待死させたってうちのせいだって言われちゃうんです。こっちは人手が足りないっていくら言ってもそういう事情はお構いなしにね。まあそういうことなんで、あなた方にお子さんを預けたら私の責任問題になっちゃうんです。どうかご理解ください。おい、野尻さんだったな。児童相談所ってのはあんたみてえなやつばっかりなのか。そんなわけねえやな。はい。あんたの言葉は子供のことよりてめえの立場だけが心配だっていう風に聞こえてしょうがねえ。の俺も遥かも施設で育った人間だ。親と呼べる大人のいない子供の苦しみは、それを味わった人間にしかわからねえだろう。だから俺はまだろくに口も聞けねえような赤ん坊を施設にやりたくねえ。はるかも目を覚ませば同じことを言うはずだ。何と言われても仕方がないんですよ。それにもともとこの件はあなた方の了解を取る必要もない案件だ。今回は警察が不用意にあなた方を呼んだせいでこんな面倒になってるだけでしてね。失礼。あとは病院の担当者と話しますから。桐生さん、どちらへ？俺は遥かの子をあんな奴の好きにはさせねえ。え？いや、桐生さん、ちょっと待ってください。そこまでにしましょう、桐生さん。あの野尻って男は自分が施設に送った子供がどうなろうが構わねえと思ってる。今この子を守ってやれるのは俺だけだ。けどあいつの言い分にも一理あります。
俺たちは桐生さんという人間を知ってますけど、言葉を選ばずに言えば前科持ちの元極道だ。すいません。でも遥ちゃんが目を覚ますまでは仕方ありません。赤ん坊は叱るべきところで預かってもらうしかないでしょう。もし遥に万が一のことがあれば、この子は。何言ってんですか桐生さん。そんなことにはなりませんって。だがそうなった時には春人は間違いなく施設に送られる。そして赤の他人の俺にはこの子がどこの施設に送られたのかも決して明かされない。二度と顔を見ることさえできなくなる。子供が施設に入れられるってのはそういうことだ。その後俺がどうあがこうが、もうこの子には何もしてやれなくなる。はるかも絶対にそんなことを望まねえはずだ。だから今しかねえんだよ。何をしてるんだあんたら。その子をどうする気だ。今話の途中だ。少し待っててくれ。ふざけるんじゃない。あんたは赤ん坊を下に下ろすんだ。早くしないとただじゃ済まんぞ。この子は連れていく。遥が目を覚ましたら必ず返す。それまで俺に任せてくれ。やっぱりダメですって桐生さん。下手したら誘拐犯になります。もしそうなったら俺は遥ちゃんに合わせる顔がない。何のために無所に行ってたんですか。止めるな秋山。行かせてくれ。考え直してください桐生さん。俺にはあんたのやろうとしていることが正しいとは思えない。なんであんたはそうやって勝手に突っ走るんですか。少しは自分の後先だって考えてください。うるせえ。俺だって分かってんだそんなことは。だが俺がどうなるか、周りにどれだけ迷惑かけようか、遥の息子を守ってやるのは今俺しかいねえ。キリオさん、お前はどうしても邪魔するって言うならもう話し合いの余地はねえ。そこをどけ秋山。くそ、なんで俺がこんな目に。あんた相手に俺が本気で殴れるわけがない。とんだ殴られ損ですよ。すまねえ秋山。
本当にその子を連れて行くしかないんですか。厄介なことにしかなりませんよ。考える前に手が動いちまうのは俺の悪い癖だ。そんな、だから桐生一馬の生き方ってのは誰にも真似ができないんです。もう少し待ってろよ。分かってる、腹減ったんだよな。まさかそんなもの食わせるつもりじゃねえよな。伊達さん、その子に食べさせるつもりならこういうのにしとけ。相変わらず無茶するな、お前さんはよ。落っことすなよ、そっとな、そっと。わかってるって、はあ、児童相談所の野尻だったか。うん、いろいろうるさかったが話をつけといたよ。赤ん坊に何かあっても俺が全ての責任を取るっつってな。そうだったのか。そしたらあいつこう言ってたぜ。なら私は何も知らない、今回の件は何も聞かされてないし病院にも行かなかったで通させてもらうってな。てめえの責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしい。ま、あいつは最悪の特殊ケースだ。本人もいやいや人手不足の児童相談所に回されたらしい。何度も上に異動願いを出してるってよ。さっさと受理された方が子供たちのためだ。児童相談所で働く真っ当な人たちの名誉のためにもな。また面倒かけちまったみたいだな、伊達さん。いいさ、あのまま遥の子が野尻に渡されてたらと思うとその方がゾッとする。うちの鞘にもあんな頃があったよ。今じゃもうすっかり大人になって手がかからなくなったかな。鞘か。ホストに引っかかって大騒ぎしてたのがもう10年も前か。ああ、あの時が俺の人生最悪の時期だったよ。お前に助けてもらわなかったら今頃俺もさやもダメになってた。俺な、キリュウ、お前にはまだあの時の借りを返しきれてねえと思ってるんだぜ。なら今日は伊達さんのおごりでいいな。それでも10年前のことはチャラだ。まさかな、そんなんじゃすまねえや。少し言いづらいんだが、やっぱり言わなきゃならねえよな。うん？遥のことだ。遥か。どうしたんだ、あいつに何かあったのか。実はさっき手術が終わってな、幸い一命は取り留めたんだが意識が戻らないんだ。この先いつになったら目を覚ますか医者にもはっきりしねえ。なんだと。一体どうしてこんなことに。なあ、お前今日一日神室町で動き回ってたんだろ。遥が姿消してた間のことで何か分かったことは。
何もない。沖縄を出た後、ハルカが3年もの間どこでどう過ごしていたのか分かったことは何も。そうか、ならやっぱり手がかりはこれだけになりそうだな。うん、これはハルカの携帯に入ってた写真のデータだ。事故で壊れてた携帯から復元できたのはこの1枚だけだった。どこで撮った写真だ。この背景からじゃ分からねえな。いや、この画像データから GPS の位置情報が取れた。今時はそこから撮影場所の緯度と経度が分かる。この写真の撮影場所はな、広島だ。広島？ああ、広島の尾道神外町の付近だ。それじゃあ、はるかは沖縄を出た後広島に。みたいだな。その後どういうわけかまた神室町に戻ってきて、今日赤ん坊と二人して事故に遭った。はるかが広島にいたのがどのくらいの時期だったのかはわからん。ハルトの父親が広島に。その男なら今まではるかに何があったのか、なんで今日神室町にいたのか、きっとその答えを持ってるはずだ。さてどうする、キリュウ。そいつから聞きたいことは山ほどある。だがその前に俺は遥かの親代わりだ。大事な娘に赤ん坊を産ませて、挨拶にも来ねえその若造に説教の一つも垂れてやらなきゃ気が済まねえ。明日広島に行く。ハルトも一緒だ。俺はあんまり賛成できねえけどな。ん？広島には陽明連合会がある。陽明連合会か。陽明連合会っていや、近江連合、東条会に次ぐ誰もが認める日本裏社会ナンバー3の組織だ。他の組織と手を結ぶことなく常に独立独歩、それでいて好戦的というわけでもない。一見すると穏健派に見える組織だが、敵が自分の島に足を踏み入れようなら手段を顧みず敵を駆逐する。あの近江連合でさえもただの一度たりとも戦争して勝った試しがない。ああ、広島には触れるなという話は昔兄貴分たちからもよくされたな。陽明連合会は天下を敬望せず、あの名将毛利元就と同じやり方で会長のクルス・タケルは広島という地を守り続けた。クルス・タケルか。当然お前も裏社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるんだろう。戦後に名を馳せたバクトであり、生ける伝説とまで言われる男だ。ああ、だが俺が東条会にいた頃から実際に会ったという話は聞いたことがない。陽明連合会は外部組織との交流が全くないため極端に情報が少ない。警察でも昭和50年代以降クルス・タケルの行動を何一つ確認できていないんだ。生きているのか死んでいるのか、それすらわからないということか。生きてるとすりゃ100歳に近いはず。そんなジジイがどうやって広島のイケイケをまとめ上げているのか。組対4課の噂じゃクルス・タケルという人間はすでに存在せず、若頭の小清水というのが実質的なトップとして組織を動かしているという話なんだがな。とにかく広島は警察でもよくわからない謎だらけの危険地帯ってことか。そうだ。だからお前が足を踏み入れりゃ、場合によっちゃ東条会と陽明連合会との一大戦争の引き金を引くことにもなりかねない。今の俺は仇なんだ。どう動いたところで何も起きゃしねえよ。はあ、まあお前ならそう言うに決まってると思っていたがな。
伊達さん、俺が東京を離れている間、遥のことを頼むぞ。ああ、こっちは任せてくれ。言えば秋山のやつもついててくれるだろうしな。しかしな、あの遥があんな可愛い子を産むなんてよ、誰よりも本人がいつまでも眠ってらんねえって思ってるはずだ。遥は必ず目を覚ます。だからよ桐生、それまでに必ず春人の父親連れてきてやってくれ。はあ、この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、赤ちゃん、かわいい。1歳くらいかな。男の子ですか？ああ、な、ハルト。あら、パパ以外の人は嫌い？いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さんでした？孫？そうか、そういう風にも見えるか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。南雲くん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。
のう、あんた、どっから来た？よそもんじゃろ。東京からだ。ほう、東京か。ほうかほうか。ほいじゃが、東京もんがこんな田舎に何の用じゃ。観光には見えんの。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。ちょうどいいのがあったから。どう、気に入った？かわいいね。すまないな、ママ。いいのいいの、こんなかわいいお客さん初めてだから。普段来るのはろくでもないのばっかり。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連のお客様に気遣いがないの。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る怪しいよそ者を監視しとる。おう、東京もん、名前は？桐生だ。俺は別に怪しいもんじゃない。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決めるんじゃ。黙っとれ。いい加減にして。ほら、もう行って。この店では誰がお客さんかは私が決めるの。釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても顔色一つ変えん。疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんをたぶらかしとる。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うのが大したヤクザだ。なんじゃとこれ。表出ろ。あんたがいちゃ美人のままと話せやしない。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ。少し酔いが覚めりゃおとなしくなんだろう。少しの間ハルトを頼む。おーし、上等じゃ。気に入った。たっぷり可愛がったろ。ぶち殺したろ。この辺りでいいじゃろ。ここなら誰にも邪魔されん。今から泣いて詫び入れても遅いで。わしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねや。Oh!
なんじゃと、このわしが、気が済んだか。踊りゃ、何もんじゃ。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに酔ってりゃ、素人にだってやられる。待てや、こら！わしは、広瀬一家の頭じゃ。今度会ったらただじゃ済まんど、さっさと東京にいねえ。ああ、お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。
さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村はるかって名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かせてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの、飯野くんって町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと感情を払わせてもらう。お待ちしてます。シート、あんたキリュウさんか？うん。キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？ああ、キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら、あ？取り入った？ふん。早よついてこいや。アバートはこっちじゃ。ほら、あんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとる。じゃけど、青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ？ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしとナグモとでキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは
東京にいたのか。ママが出戻ってきてから青春よ再びじゃ。じゃが、ナグモンバカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコラわしにどつき回されとったんで、大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんた、キヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。ほれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカタレも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、五六人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそもんが長居する町じゃないだ。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。じっとしてろ、すぐ済むから。おっと、そう何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか。確かミルクはもう。いや、飲んだ飲んだ。そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ、お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。
早よ家に帰って寝したれや。そうか。よーしよーし、我慢だ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。ははは。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知りませんか。確かどこかの店に売っとったの。いつじゃったかの。わしが何か買うたついでに気がついたんじゃが。ああすまん、忘れてしもった。でも確かにこの近くに売っとるはずじゃ。ほらほら、いい子だ。この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。おお、粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私この間ここに引っ越したばかりなんで、コンビニでもあればいいんですけどね。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし。じいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん？ああ、ちょっと待って。何、おっさん。何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああ、ちーちゃん、聞こえる？今、目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんで、ミルクを売ってる店知りませんかって。ちーちゃん知っとんの？うん。うん、ちーちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。さすがちーちゃん、よう知っとるの。よーしよーし。いい子だ。誰かいないか。あげてくれ。赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。参ったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。
水軍アパートも知っとるんか。あの鼻垂れじゃったらなんとかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか。あれ、キリエさん、イーノ君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな。ハルト、キリュウさん、イーノ君からの伝言、この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か。このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。分かった、少し探してみる。よーしよーし、うん、いい子だ。すまない、ちょっといいか。何か。ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんたそがんなとこでやめてや。なんなら、でかい声出すなや、ブサイクが。やだましいんじゃ。邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。ひっとんどれや。人んちの前で何すんの。はよあっち行きんさいや。くそー、らちがあかね。すまない、この子を少し頼む。な、ちょっと。おい、いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。んじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。このもう、なんなんよあんたら、人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。分かった、
ええよ。ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにはいけんよ。身に染みて分かったよ。ありがとう。とにかく助かった。ええけ、早く帰って飲ませてやりんさい。いつまでも泣かしとったらかわいそうじゃけん。ああ。ハルト、ほら、ミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ。ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、清美です。スナック清美の。ああ、空いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたんか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いに慣れてる。少し前に友達の子供を預かったことがあるから。あ、そろそろ店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日はゆっくり休んで。明日またハルト君のパパを探すんでしょ。ああ、そうだな。それじゃ。いらっしゃいませ。
うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。ここらうろつっとってんか悪い。ナグモか。何か用か。冷たいの。もう知らん中じゃないじゃろが。お？今度は子分連れか。なんで俺を目の敵にする。ほっといてくれねえか。なら早う東京に帰ったらどうじゃ。あ？頭、そいつは誰なんです。よう聞いてくれたの。こいつはな、東京から来たよそもんじゃ。見てみ、憎ったらしい面じゃろ。頭、もうそろそろ時間なんすけど、早く行かねえとまたブーブー文句言われますよ。バカだれ。誰が文句言おうが知らんわ。おい、言うた踊れ。頭に向かって偉そうな口聞きよって。まだ話の途中じゃろうが。いえ、あいつも聞いてねえみたいですけど。ほら、あのクソゲタが。今度にしましょうね。こっちは頭が行かねえと始まらねえんですから。命拾いしたの、キリュウ。しゃがの、今度会うた時が己の最後じゃ。よう覚えとけ。ったく、面倒なのに関わっちまったな。
噂をすればってやつだ。ん？ちょうど今桐生さんのところに行こうと思ってたの。ちょっと頼みがあって。俺にか？なんだ？桐生さん、野球できます？うん、まあルールくらいは知っている。そっか。飯野くんのやってる草野球チームで今日これから試合があるんだけどね、急にメンバーが足りなくなっちゃって、それで私から頼んでほしいって言われちゃったの。試合の人数合わせってことか。わかった。あんたらには昨夜から世話になりっぱなしだしな。ごめんなさい、なんか恩着せてるようで。今からすぐにってことか？うん、球場まで案内するけど、私まだ支度があるから、先にロープウェイ乗り場で待っててくれます？ロープウェイ乗り場か。すぐに追いつけると思う。ああ、わかった。キリさん、ごめんね、お待たせ。俺も今来たとこだ。ハルト君のパパ探さないといけないのにね、邪魔しちゃったみたいで。いや、草野球の試合なら地元の人間もたくさんいるだろうしな、帰ってハルカのことを聞くにも好都合かもしれない。そう言ってくれると嬉しいけど。なら行きましょう、球場まで案内する。ああ、頼む。おう、キリュウさん、よう来たの。急にメンバーが腹壊しよったんじゃ。じゃけ、宿代の代わりと思うてくれや。ああ、わかってる。飯野くん、あんまりキリュウさんに恩着せがましくしないでよ。なんなら、キヨちゃん、わっとるよ。じゃけど、本人がええ言うとるんじゃけ。キヨちゃんも、そがにこいつの肩を持つことないんじゃないの？飯野くんには関係ないでしょ。冷たいの。おいじゃ、キリュウさんはライトの8番じゃ。じゃけど、あんまり頑張りすぎんでええわ。わしら、気軽に楽しゅう野球するのがモットーじゃけ。そう？でも相手チームはそういうつもりじゃないみたいよ。見て、キリュウさん。ん？面白いもんじゃ。のう、よくよく踊れとは縁があるの。本当に攻めえ町だな、ここは。キヨちゃん、あんた、なんでまたそいつと一緒なんじゃ。何？別にいいでしょ。ええわけないじゃろ。なあ、キヨちゃん、わしの気持ちはよう分かっとるはずじゃろうが。そんなうさんくさい男に近づいちゃいかんど。わしの身にもなってくれや。ああ、気色悪い声出すな、ナグモ。キヨちゃんはお前なんぞ興味ないんで。外野はすっこんどれや、バカだれ。踊れも英気になっとるんじゃなあと。もうあの店には出入り禁止じゃ。踊れ、今度キヨちゃんの店に近づいたら命はないと思えや。勝手なことばっかり。そろそろ試合じゃねえのか。あんたらのベンチはあっちだ。言われんでも分かっとる。頭、もういいじゃないすか。さあ、みんな待ってますから。おう。今日の試合は荒れそうじゃのう。あんた、前に投げ元なんかあったんか。いや、ちょっとした因縁でな。それより、あいつらとはよく試合するのか。
相手はヤクザだろう。ヤクザは今おった広瀬一家の3人だけじゃ、あとのメンバーは仇じゃけ。それにな、南雲もあれで野球にだけは真面目じゃ。何かあってもわしが守っちゃるけ。あんたもあのバカたれは気にせんでええど。野球に関しちゃ真面目なんじゃなかったのか。あの人全員デッドボールにする気みたい。カモン、どうした、早うかかってこんか。いいのこれ、乱闘じゃろが。なんじゃ腰抜けが。威勢が良かったんはガキンコロだけか。おう踊れ、それでも金玉ついとるか。松永の兄貴、次のバッター、あの桐生っておっさんす。ああ、じゃけど頭は何ムキになっとんじゃ。野球までむちゃくちゃしょったら、あの人のええとこなんもなくなるで。さあどうでもいいですよ。今日は頭乱闘しねえと収まらないみたいだし、ならとっとと終わらせて帰りましょう。ほうじゃな。大丈夫キリュウさん。南雲が狙ってんのは俺だ。もう少し俺の打順が早けりゃ、他の連中に痛い思いさせずに済んだかもな。え、本命のお出ましじゃ。今日はよう指が滑りよるけ。わしも自分の球がどこに向かうか責任が持てんのじゃ。悪気はないんで。顔面と真ん中にぶち込んだろ。見とれよ腐れ下道が。死ねや。確かに今日は指がよく滑るな。俺も自分のバットがどこに飛ぶか責任が持てねえ。ほうか。始めますか、松永の兄貴。おう。おいおい、まずいでこりゃ。お遊びはここまでじゃの。よっしゃ、喧嘩じゃ喧嘩。
ほう。試合終了だ、ナグモ。お、踊れ。こん、かばつたれが勝手に終わらすな。お疲れさん、後で合流するわ。悪かったな、せっかくのお楽しみを台無しにしちまって。いや、エンジャーキリュウさんのせいじゃないですけ。じゃけどあんた、ええ腕っぷしじゃの。ヤクザ相手に完封勝ちじゃ。ナグモのバカタレにゃええ薬になったじゃろ。そうそう、悪いのはナグモくん。野球にだけは真面目だったのに見損なった。もううちには出入り禁止するかな。ああ、それがええわ、キヨちゃん。ナグモにはもう一杯も酒飲ませたらいけんよ。ところでいいのくん、さっきの話だけど。おお、そうじゃ。キリュウさん、さっき預かっとったこの写真じゃがの。うちのチームの連中はやっぱりこの子を見たことないっちゅうとる。そうか、わかった。手間は取らせたな。この後チームで打ち上げなんじゃ。キリュウさんもキヨちゃんも一緒に来んか。いや、遠慮しとく。俺にはやることがあるんだな。この子の父親を探さなきゃならない。それなら私も遠慮してく。ほうか。じゃあアパートのことで何かあったら気軽に言うてくれや、キリュウさん。もうあんたはわしらの仲間じゃ。キヨちゃんに手出さん限りはの。ああ、わかってる。ほいじゃ。
はるかちゃんの手がかり見つからなかったですね。ああ、こうなると本当にはるかがこの町にいたのかも怪しくなってきたな。え？ここはそんなに広い町じゃない。その割にはるかの顔を知ってる人間にまだ一人も会えてね。あいつはこの町を素通りしただけで、そんなに長い時間はいなかったのかもしれない。もしそうなら、ハルトの父親がここで見つかるとは思えないな。キリュウさん、アパートに帰るよ。服も着替えたい。あ、ならその後またうちのお店に来て。うん、一汗かいてお腹空いたでしょ。今日の埋め合わせにご馳走する。そんな気使う必要はないぞ。いいから、ハルト君のお世話もしたいし。ふん、分かった。じゃあまた後で。